はい、おはよう、こんにちは、そしてこんばっけん、私バッケンでございます。今回もやってまいりました回の冒険、今回からは80回ですね。まあ、ここからかなり時間がまたかかりそうな気もするんですけれども、80回から、前回の続きですね、まあ、やっていきたいと思います。それではね、気合い入れてどのぐらいでいけるのかな。まあ最初はまあこんなもんでしょう。さて、こっからあの宝箱はいるのかな。おいてぃ、おいてぃ、こら、なんや、すっげえ機嫌悪い、めっちゃ機嫌悪いやん。いいんかな、とりあえずよ。あれ、これってもう終わり。あ、終わ、早いな。あ、ここはあれか、そんなに難しい面じゃなかったのか。まあ一回死んでるからあれだけども、あれかな、ノーミスで行くんだったら難しいとかそういう面だったのかな。さっきの、おお、79面がめちゃくちゃ難しかったから。ここもあれだな、上流るだけでここ大変そうだな。なんか、そうなったよね、やっぱり。これはちょっとまずいな。本当はね、残り1機残した状態であのトカゲに体当たりする方法でもと思ったけども、もうそれも使えなくなっちゃったから、まずあの火をやり過ごさないと。こうして、しまった。さあ、残り3匹をどう活用するか。80回が割と簡単だったから81回もと思ったけど、まず3機のうちの1機で真ん中を消すか。ここ真ん中を消そうで、残り2人のうちの1人を右上のトカゲにぶつけてしまおう。トップを狙い第4話のガンバスターのように、いざとなったらぶつけるまでです。危な、よ、よしよし。で、よしよしよし、おしよ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 し。さっきの二人目の回の命は犠牲にしない。無駄にしない。犠牲にはしてる。無駄にはしない。ここで。危な。あー、怖い。よしよしよし、これで危ないな、怖いなさあ、鍵取った、あとは戻るだけ。おし、いけた、いた、よし。長いな、先はまだまだ長いな。82回、次はどんな面でございますかね。何？あ、トゲがあったのか。ステージの全容がまだ見えないな。あ、なるほど。
ウィングブーツがいるってことはあの宝箱がそうなのか。で、え、どっちだ。あ、時間がない。やばい。あ、時間がない。あー、そっか。確かあれ、そこの右上にあったとこにタイムがあって、それがないと、確かダメだったような、そんな感じだった気がする。あー、くっそー。で、あれを取って、素早く戻って、よう、こんな面考えるわー。あ、死んだ。まあ、生き方は分かったよね、これで。よしよし、これで時間は取ったでしょう。危なーい、死なないでー。おし、ついてる。いいよ、ついてるついてる。助かったー。あとは、あそこのウィングブーツを、しっかり、おし。さあ、これ失敗したらきついよ。失敗したらきついよ。失敗しちゃダメよ。失敗しちゃダメよ。ゴール行くだけよ、あとは。ダメよ、失敗したら。ダメよ。あ、お、行った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 。よし、行った。いいね、行ったー。しかも、残り3人。おーおお、一発で行った。一発じゃないけど。大雪の日はおとなしくうちで寝てるんだな。あ、読めなかった。喜びのあまり読めなかった。まあ見てる人は大丈夫だろう。あれ、これなんだろう。これなんだっけ。あ、死んだ。あ、取っちゃダメなやつか、今のは。毒殺されたですよね。あれ取っちゃダメなやつですよね、きっと。すげえ勢いで死んだ。ああ、ちょっと構造がどうなってんだ。あそこにもドラゴンがいて、あそこに、早いな、動きが。ああ、目があったらダメっていう。わあ、怖い、街の怖い人みたい。大雪の日はおとなしくうちで寝てるんだな。殿、大雪で出兵ができません。お、そうか。なるほど。そう言ってたのね。ちゃんと聞いてなくてごめんよ。いや、だんだん可愛く感じてくるね、ああいうのを。よし。何それ。なんだよ、一気に向こうまで飛べばよかった。大雪の日はおとなしくうちで寝てるんだな。殿、大雪で出兵ができません。なるほどね。確かに大雪の日はうちで寝てた方がいいよ。大雨の日もうちで寝てた方がいい。暑い時もうちで寝てた方がいい気もするし。だいたいうちで寝てる方、ああ、まあいいや、ハエぶつかっときゃ後で楽になるし。だいたいはうちで寝てる方がいいや。あと2機。よいしょ。おーしよしよし、危なかった。あの宝箱が意外と危ない。ハエがいなくなったことで、おーしたー。お、これは、おー、これは私の大好きなウィングブーツ。ウィングブーツは楽しいよね。なんだろう。おー、特典かな。
あ、しまった。無理して取ることはなさそうかな。まあでも、せっかくだし。よし、ちょっと休もう。あ、しまったー調子乗ったー。さあ、まあ、私の好きなウィングブーツとはいえ、ここは取っとこう。集中していけば、ここはね、そんなにめちゃくちゃ難しいっていうわけでもないと思うんですよね。あとは本当に集中力を。よし、危な、今ちょっと危ないと思った。よし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 。いった？あ、鍵がない。あ、そこね。ああ、まあいいけどさ、そこまでもう一回行けば、トゲはいないけどさ。やったー、もう一回、俺の大好きなウィングブーツで遊べる。もうクリアしたかったけど。右なんか面かなと思ったけど、あれは関係ない、違うステージ。くそー、関係ない、違うステージか。まあでもまだまだ一機ある。まだ慌てるような時じゃない。よしよしよし、いいよ。危なかった。今頭、髪の毛もスレスレだったんじゃないかな。よしよし。よしよしよし。よしよしよし。オッケー、いったー。まあまあ、割と、ここは簡単な方だった。まだ85回。長い。あ、ここ降りるだけでも大変な面だ。おお、意外とあっさり。いけたのに、落ちてゆく。やっぱ左に一回乗って、右に乗って左に行くとちょっと難易度上がるから、最初に、やっぱりこうやって行くべきだった。で、よしよしよし。あ、しまった。あー、ここも同じか。ここも同じく大回りしていくのか。そっかそっか。もうガッと手で掴んでくれ。あそこはガッとさ、根性見せようぜ。かい、うわー、行ったと思ったら行ったと思ったら。この面ほんと難しいな。ちょっと簡単に死にすぎた。そもそもね、このカイっていう女の子はね、出演するゲームを間違えてる。この子がスペランカーで出演してたら、きっと大人気キャラクターになってたと思う。お、いった。おっしゃ、いったー、いけたー。よし、86回、先は長すぎる。うわー、またなんか大変そう。
なになになに、あ、コウモリは、あ、うわぁ、穴があったの、全然わかんなかった。全然気づかなかった。この最初のコウモリは気にしなくていいのか。普通に行って、うん、なるほどね。まあ、ここはなんか3機フルに使えば意外といけるかもしれない。ああ、このこっちに回ってくるやつはやっぱりかわすのが難しいな。向こうに行くのと一緒に行くような感じか。おお、ここに鍵がある。ここの鍵を取って一気に走り抜けれるかな。ダメか、ダメか。でもまあ、ここはさっきの面と比べれば、うん、いけそうな気が、まあ、何機か3機をフルに使っていけば。あら、もったいないけどしょうがない。あと1回どこで消すかだ。最初のコウモリ、この人の存在意義がよくわかんない。まあ、命に意義とかそういうことではないか。あー、しまった。左に戻るべきだったな。ここどっちかは死なずに行きたかったな。ここ難しいな。おーし、おーし、よしよしよし。おっしゃ、いったー。いい感じよ。87回か。さあ、次はどんな、急に撃たれた。すごい、どっから撃たれたかわかんないけど、撃たれた。ここ撃たれたから、あー、なるほどね、こういうことね。まあ、こいつはまあ消しといていいでしょう。もう一匹いてんのかな。わあ、もうなんという、もう罠に罠を重ねてくるな。もう何が仕掛けられてるかわかんないから。あー、しまった。まず最初にあいつが撃ってきたら、あー、ダメかー。よしよしよし、いい感じよ。またこれか。どうしよう。おー、いったー。いい感じでいけたー。意外とあっさりいけたな、ここは。よかったー。この先もずっと大変だけど、苦しくなったら私を思って頑張ってね。お土産に玉手箱をあげるね。それじゃあ、バイバイ。ダメなやつだ。もらっちゃダメなやつだった。これどうやっていくんだっけな。うわ、死んだ。あれ、どっちだっけな。左、右、なんか、右から行った方が行きやすかったような気がするけど。またウィングブーツを取ってっていうパターンっぽいし。うわー。
まず最初に、おっとっと危ない。ここを、行って、なんか、何気に難しい。最初のところが。あれ、壁にドーンとぶつかったら、あ、しまった。ドーンとぶつかって下に降りた方が行きやすいかな。あれ？あ、風吹いてる？もしかして。もしかして風が吹いてる？ここも難しいな。これ何が難しいかって、このジャンプした時にちょっと左に押し戻されるのが、よっ。わー、もったいなー。いやー、いけたかなと思ったのになー。行った行ったぞ、これ。行ったんじゃない？さあ、次どこ行く？これが多分ウィングブーツでしょ？危な。ちょっと待って、落ち着いていこうね。おーし、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 おーし。おー、行けたー。88回突破。89回はまたどんなステージだ？なんか、夢に出てきそうななんかが。おお！ラッキーと思ったらこんなもんか。おおお、ジャンプするんや、こいつ。ここからスーパープレイで一気に行くかもしれないし。この次は？またこれ、ややこしそうな。あそこのね、上のウィルイップスがね、あそこをすり抜けていければとても楽なんだが。ここで2機使ったらもう絶対絶対無理な気がするな。全然息抜きの簡単な面が出てこないな、このゲーム。もう80面超えたから簡単だなと思ったら1回か2回ぐらいじゃない？あいつが、おーおー、いけた。おお、いけた。おー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 、いった？いったんじゃないこれ。いった？いった？おーおー、いった。おー、いけた。おー、ラッキー。90回、やっと90回いった。あー、これか。あったな、こんな面も。こんな面もありました。ここもなんか結構苦労した。うん、そればっかり言ってるな、そういえば。あ、しまった。ああ、もう確か、ま、ゆっくり回ってこないといけなかったような気がするので。ああ、一気にダッシュできるかな。
大塩茂太。あー落ちちゃダメなやつか、そこそこ落ちちゃダメなやつか。さあ残り10回、あと10回なのにここの面が難しいぞ。かなり死んでるぞここの面で。よし、まあ、ここはね、まあ、この次のここですよ。ここもちょっと右ぐらいからの方がいいかもしれないね、さっきから。おーしよしよし、おお怖っ、1あと3つ、よしあと2つ。あと2つあと2つだったのに悔しい。いやーさすがにこの面は本当に難しいわ。もう何回死んだか覚えてないや。だん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 このゲームの感じが分かってきた気がする。よしよしよし、よし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 、よし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 、おおしよし、おーし、来た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 、どこだっけ、鍵の場所どこだっけ、それが問題だよ。よく考えたら合ってる、あれ鍵の場所どこだ、この次か、ここか、あ違う、あそこか。よし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 、やばい時間がない時間がない、早くしないと時間がなくなっちゃう。あーこれかー、ここかー、35やばい。でも慌てない、慌てないで、この感じでいくと頼む、行ってくれ。よっしゃ行ったー、行けた、19秒、危なかったー。